The players today are escorted by boys from the local school team.
開幕戦を迎えたこの大会、どのような結末が待っているのでしょうか。熱き戦いの幕開けです。この時間はビファーレン長崎対柏レイソル、こちらをご覧いただきます。本日のゲームはイーフットボールスタジアムで行われます。今夜の現地ですが晴れの様子、両チームいいコンディションの中今夜のマッチを迎えました。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今日 4-4-2 のシステムで来ているんですが、北澤さん、はい、このサイドバック、これ重要な役割をこれは持ちますか。そうですね、はい、バックアウトにどこまで高い位置を取れるかということになりますよね。そうなってくるとサイドの中間との連携ということが重要になりますよね、はい、一番警戒しなければならない、逆にこのシステムの弱みということはどういうところなんでしょうか。そうですね、どうしてもゾーンで見ることになるので、はい、サイドバックが出てって取られた時ですよね、うん、そのゾーンがうまく埋められないと失点をしてしまうというケースも出てきますからね、はい、ボールの失いどころ、これは非常に気をつけなければならない。そうですね、そこのトラジション以降のところでミスが出ると難しくなりますよね、はいのキックオフでスタート。ビファーレン長崎対柏レイソル、このゲームの入り方は大事になりますよね、はい、立ち上がりでつまずくと土手に回ってしまいますからね。確実にプレーして自分たちのペースに持っていきたいですよね。そうですね、まずは立ち上がりです。大きく前線へ、スペースにいいボール出たんですけどね。さあ北澤さん、この試合一番気になる選手を挙げると誰になりましょうか。そうですね、ホセアのプレーには注目でしょうね。ドリブルとかポストプレーといった足元にボールがある時のプレーもうまいですし、スピードを生かした裏抜けもうまいんですよね。何でもできるオールマイティなフォワードと言えますよね。間違いなくチームの攻撃を引っ張る存在になるでしょうね。そうですね、相手にしてみれば当然マークすべき選手となるでしょう。奥井、細谷、さあ一気にカウンター、裏へのスルーパス、これ仕掛けるか、ここをかわした、スルーパスからチャンスを作りましたが物にすることができませんでした。ディフェンスラインの背後ですよね、チャンスありますよね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。豊島、セカンドボール拾いたい、おっと自分で行く、クリア、このピンチをなんとか出します。シュート、富澤、いやーよく反応しましたね。難しいボールでしたけどもね、いやーよく止めましたよね。見事なプレーでチームを救いました。危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。前半13分です。今日の立ち上がりなんですが、両チーム、北澤さんはどうご覧になりますか。まだ点も動いてないですからね。まずは主導権を握る上でどうするのか見極めることが大事になってきますよね。スタミナがありますからね、ミスは少ない時間帯ですので。どうだこのシュート、スター先制、長崎見事なワンツーからのフィニッシュでした。
そうですね、どうやって崩すかという状況でワンツーという選択肢、この2人の関係でね、見事な突破見せてくれましたよね。After 15 minutes is number 91対0、先制ゴールが決まりました。先制に成功したので、ここからのプランをどうするかですよね、はい、さらに畳みかけるのか、1回落ち着いてリズムを作っていくのか、時間帯も見ながらの判断が必要ですよね。なるほど。桑崎、セント豊島へ、豊島もう一度中へ、シーハスドリブルで仕掛け る, ボール入るか。さあエジガルジュニオ、危ないシーンでしたがここは大きくクリア、パスをつなぎます。ここでファウルがありました。いやー、かなりいい位置まで持ってかれましたからね、やむを得ない選択だったんでしょうね。注意に終わりました。これは十分狙える距離です。ここで引き離せるか。ゴール、一気に畳みかけます。これは素晴らしいゴールでしたね。北澤さん、キーパーの位置をよく見てやり込んできましたよね。見事なシュートでしたね。 After 25 minutes is number 17. さあ長崎、さらに1点を追加し2対0としています。いや、チームに勢いを感じますよね、はい、さっきのゴールで流れに乗ったんじゃないでしょうかね。三つ丸から先頭、ここは競り勝ちます。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。これは届くか。マティウス・サビオ、柏レイソン、カウンターを仕掛けていきます。裏を狙っていきます。澤田、加藤、このスルーパスは通りません。桑崎、スルーパスを出す、シュート、スターヘイソル、1点差まで追い詰めます。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。そうですね、得意の形ですよね。チームのストロングポイントを発揮したいいカウンターですよね。これは選手も狙い通りでしょうね。ナンバー17、さあ柏あと1点というところ、ちょっとこれ分からなくなってきましたよね、はい、このままの勢いでもう1点ってこともあるかもしれないですよね。さあつながるか。お、いい形じゃないですか。上げてくる、どうだ。危ないシーンでしたがクリアの対応。ここで受ける、シュート、いや
今の惜しいシーンですが、しかしいいシュートでしたよね。今のは枠いかなかったですけど、すごいキックでしたね。スルーパスを狙う。おっと、いいボールでしょ。もうこれいいでしょ。足元のクロス、まあクリアが精一杯ですよね。シーハス、このボールをカットします。スルーパスいけるか。抜けてくる。このボール奪いに行きます。エジガルジュニオ、これは合いません。ボールを奪いに行きます。桑崎、これはファールです。レフリーの注意が入ります。シュート。ファーストハーフもアディショナルタイムに入っています。スペースへ、これを読んでいた米田。ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。立田、ここはファールです。幸運にも注意に終わりました。キャッチします。しかしね、あそこから決められたらすごいですよね。前半終了です。非常に動きがあるファーストハーフでした。前半終え2対1。しかし北澤さん、お互いに点を取り合うという前半から息のつかせない展開となりましたね。いや、盛り上がりましたね。ですが今入ってですから、次の1点が重要になってきますよ。どちらが決めるかで状況が大きく変わってきますからね。長崎としては早めに追加点が欲しいと思いますから、後半は序盤から仕掛けてくるかもしれませんよ。ビファーレン長崎対柏レイソル、長崎が前半で2対1、今のところ1点リードしています。後半参りましょう。エジガルジュニア、さあフワンマ、土屋、マテウス・サビオへ、さあカウンターを仕掛けます。対応します。裏へ届くか。さあ裏を狙っていきましたが、これは通りませんでした。秋野、加藤、沢田へ、土屋、抜けてくる。右サイド上がっていきます。豊島、奪います。古賀、三つ丸、組み立てながら攻め上がっていくと、これはつながりません。セント、アーチのようなパス、どうだ。あー、これは痛すぎる失点です。いや、これはちょっと予想外の展開ですよね。北澤さん、今のプレーですがいかがでしょう。まあこれ結果的に同点になったわけですから、こちらとしてはラッキーですよね。柏がメンバーチェンジをします。さあ柏、思わぬ形で1点が入りました。
まあこれで同点ですからね、はい、まあ、与えた方としては悔やまれる1点になりますけども、これで試合が分からなくなってきました ね。豊島。The attendance for this match was 70,987. 戸が大きく蹴り出します。ここは奪います。戻します。不安前のボール、相手の方が数的優位という状況でしたが、ディフェンス見事でしたね。これはディフェンスのファインプレーでしたよね。数的に不利な状況でしたからね、見事ですよね。沢田スピードアップしたいですよ。ここは頭だ。懐かしい長崎。美しいカウンターからのフィニッシュでした。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。見事な展開でしたよね。After 67 minutes is number 11. カシは立て続けに選手を入れ替えてきます。 Substitutions taking place.Substitution on the field. Number 19. さあ長崎、ここでリードを奪いました。シーハシから浮き球のパス、チャンスになるか。このパスはキーパーへ。柏としては今の形良かったですよね。これを繰り返せば決定機につなげられますよね。はい、相手にプレッシャーをかけていきたいところです。これはファールの判定。Substitution. 長崎が交代の枠はまだ2つ残しています。ボールはクリア。クレイソン、クレイソンへ。長崎カウンターを仕掛けます。オフサイドになります。エディガルジュニア、ここは対応します。スローインをカットします。スペースを使う。ここはボールを下げる。高橋からのスルーパスは通りませんでした。マテウス・サビオ、ここは下げます。山田、豊島へ。さあ左サイドへ奥井、このボールに触ります。さあマテウス・サビオ、サイドを使います。抜けてくる、来た、チャンスだ。クロスを相手選手に弾かれましたがコーナーキックになります。
長崎はここクリアで難を逃れます。マテウス・サビオから先頭、うわ、取らないですね。柏としてはいい攻撃だったんですけどもね。わっと来た、1対1シュート、いやー追加点、長崎、これがダメ押しゴールになるのか。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。いや迷いのないカウンターでしたよね。奪ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手はついてこれなかった感じですね。見事でした。エティガル・ジュニオ、今日2点目のゴールです。さあ長崎、これはもうダメ押しゴールと言っていいのではないでしょうか。もう時間はありません。この時間帯で2点差にできたのは大きいですよね、はい、ここからもうチーム全体で時間を使いながら、まあ、そういった感じになるでしょうね。そうですね、ここはつながりません。カウンターですよ。There will be 5 minutes added time. セント、切り替えも早いですよ。ここはファールを取られます。おっとここでカードが出ます。ちょっと今のはいらなかったかもしれませんね。長崎が最後のカードを切ります。今日はもうすでに1枚イエローカードもらってますからね。サブスタチューションオンザフィールドナンバー6ナンバー5カミングオンザフィールドナンバー13ナンバー7エディガル・ジュニオ。古賀、このボールをカットします。三つ丸、戻します。山田へ、武藤、これは合いません。マティンス・サビオ、ここで笛です。4対2、長崎勝利です。エディガル・ジュニオ、今日のマン・オブ・ザ・マッチはやはり彼でしょう。素晴らしいプレーを見せてくれました。さて北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。長崎としては攻撃的で非常に迫力がありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。そうですね、ありがとうございます。そろそろお別れの時間となります。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。長崎が2点差をつけ試合をものにしました。
you